い、急いでメイクしないとやばい。お茶さん、本当ありがとう。おはよう。朝ごはん。お腹ペコペコやった。ありがとう、ありがとう。ありがとう。うん。チョコが入ってる。15分くらいでメイクできるかな。無理かな。やるしかないよね。お茶まつさん、ありがとう。普段1時間くらい無理じゃない。今日のお仕事がもう多すぎて、多い、もうずっと朝から夜まで。なんか一日さあ、もうずっと家に閉じこもって寝たいっていう気持ちが一番今ある。一回寝たい。もう家から絶対出ない。ベッドの上から出ない。ずっと寝てる一日が欲しい。えっこちゃん、ありがとう。メイクもしたくない。あくとさん、ありがとう。ひでさん、ありがとう。ひでさん、ありがとう。てかやば、時間マジでないな。もうなんか私、何かに追われるの本当ダメだ、苦手。すごいね、心にストレスがかかる。ももちゃん、かわいい、ありがとう。ケントさんもありがとう。
かさ、昨日の夜からさモバイル充電をさずっと充電してんのに、小林さんありがとう。なんか全然たまんないんだけど、ずっとで1個電池1個のところをずっとピカピカして充電してるよって合図はしてくれてるんだけど、全然たまってる様子がなくて、今日も1日さ仕事だしさ、結構移動もあったりするからさ、モバイル充電器がないと私は携帯が終わるんだが、小林さんかわいい、ありがとう。困ってます。困ってることが多い、細かい困ってること。あと携帯もう、あのさ、携帯が何容量が多すぎて、写真とかがアップデートが全然できてなくて、あのやばい使えないみたいな、なんかもう容量がいっぱいですなって使えないのがよく多々あります。山本さんデモにありがとう。そういうこまごましたあれに追われて、寿命なのかな。でもモバイルバッテリーってさ決まってんの？モバジュを充電すれば何回でもじゃないんだ。結構使ってるもんな。さっきピョン入ったありがとう。グリップ塗ってないかやば。色素。暑い。きっと外は寒いんだろうけど。お風呂出たから暑い。にゃんこさんありがとう。汗汗。だけど。ずっと打ち続け。ちょっと寒い。それもそれで困る。あーやばいぞ、時間ないぞ。もう諦めようかな。早っ。諦めんの早っ。なんか寒暖差にやられて風邪ひきそう。駅まで走ったら暑い。あるよね。なんかさ、でもしかもさ、電車とかもさ割と暑かったりするよね。その温度差やばくない？外出た時とさ、その電車といい、あと走ったと余計なんかおかしくなるよ、バグるよね。こんな丁寧にポンポンしてる場合じゃないんだから。問題の振り向けたい。リバーレ聞いてる。あのさ、リバーライのさ、あの高野菜の配信もう3日間限定だしさ、もう見なきゃいけないのにさ、しかも全部さ2時間とかさ、2時間半とかあるじゃん。見る時間がないわけ。3日間しかないの、見れるのが。もう
眉毛をさ、何染めたんです。そしたらなんかめっちゃ、私あんま染まんなかったからさ、めっちゃ時間置いたらめっちゃ染まったすごい、眉毛ない、なくはないけどめっちゃ茶色になった。おーもちゃんとってありがとう、デムニャムありがとう、脱色でもいい感じ。もうやだ、メイク しなきゃいけないの、もう。もう無理、どうしよう。私何分から始めた？30分くらい配信したらもうやめます。さっきのお芋ありがとう。脱色どこの、あれ、あの一番有名な、あのなんかバレリーナみたいなやつ。ケントさんありがとう。まあ、チークもおかしい、おかしい、絶対この色じゃなかった。チーク入れときゃどうにかなる。16分から開始したら30分経つには、何時になります？ちょっと計算が、何時になります？無理だね。ずっと、もうこんな、なんか焦ってる時にさ、焦ってる時にバラード曲来るとなんかバカみたいに思えるよね、自分が。なんか人生急ぎたくないな急ぎたくない人生でも無理だな、私は。急いじゃうっていうか、急がないといけない、早くなる曲聴く。シールが少ない。ね。花粉やばい。花粉やばいね。ていなれれば楽しいはずなのに、なぜだろう、ないものがある、隙間に手を下ろしたまま伝ってゆくよ、急ぎ足で富の削ります。サラリーズありがとう。ないでシルバースカイ泣き出しそうな空を泳いでゆく、鳥になって羽ばたいてみたいよシルバースカイ。いやでも手探りだっていい、愛する、信じ続けたい。ゴリゴリに削ってきます。デブにありがとう。ノーノーはなかったから、歌ってる場合じゃなくなってきた。
な空をよなってやば、15分経っちゃった。ないんだ。シルバースカイ泣き出しそうな空を泳いでゆく鳥になって羽ばたいていたいよ。シルバースカイ、お父さんありがとう。もうあとはしょうがない。はい、ということで終わります。すいませんね。1位ザーボン、2位松田さん、3位ゆうすけさん、4位よしぴーちゃん、5位もももちゃん、6位やまとさん、7位さきぴょん、8位なべちゃん、9位すらりん、10位こうじーさん、11位うささん、12位こわえこはやしさん、勇者こはやしさん、13位 BT でーすさん、 BJ さん、ありがとうございました。今日も1日頑張ります。